リーズファンがナンバーアンダーライン愛、ボンビンに批判。コラボの裏で起きた炎上騒動を徹底解説。リーズ、NHK 番組共演のナンバーアンダーライン愛とスペシャルコラボ。リスニングパーティーでファン熱狂。9月5日の日本デビューを控え、勢いに乗るリーズ。先日 NHK の番組で共演したナンバーアンダーライン愛とのコラボレーション企画として、9月7日にリスニングパーティーが開催されましたね。 アットマークリーゼストリージュプでの配信は、国境を越えて多くのファンを魅了したことでしょう。リスニングパーティーが開催されるたびに、ファンたちは期待感と興奮を抱いて集まります。それはただの音楽を聴く場ではなく、アーティストとファン、そしてファン同士が共感し合い、絆を深める特別な瞬間です。しかし、最近行われたリーズとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションイベントでは、期待された結束とは裏腹に、 ファン同士の対立が目立つ結果となりました。リスニングパーティーがもたらすべき喜びや団結感が薄れ、批判的な投稿がトレンド入りするという残念な事態に発展してしまったのです。このような状況に直面した時、私たちはリスニングパーティーの本質を再考する必要があります。そもそも、リスニングパーティーの目的は何でしょうかそれは、新しい音楽を共有し、 アーティストの作品に対する理解と感謝を深めるだけでなく、同じ音楽を愛する者同士が集い、互いに交流し合う場です。しかし、今回のコラボイベントにおける批判的な声は、その本来の目的を見失わせるものでした。なぜこのような対立が生じたのでしょうか。その原因を探ることで、リスニングパーティーの真の価値を再発見し、今後のイベントをより良いものにしていくための道筋を見つけることができるでしょう。 一つ考えられるのは、ファンコミュニティ内での、独占欲の問題です。多くのファンにとって、彼らが支持するアーティストは特別な存在であり、そのアーティストとのつながりを他のファンと共有することに抵抗を感じる場合があります。特に、異なるファン層が交わる場面では、その抵抗感が強まることがあります。今回のリーズとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションは、まさに異なるファン層が交錯する場であり、 それが一部のファンにとって不快感を生んだ可能性があります。しかし、このような感情が生じる背景には、愛するアーティストを守りたいという純粋な気持ちがあることも忘れてはなりません。それゆえに、ファン同士が互いの立場や感情を理解し、尊重し合うことが重要です。また、SNS の影響も見逃せません。SNS はファン同士のつながりを強める一方で、 意見の対立がエスカレートしやすすい場でもあります特に、ネガティブな意見や批判的なコメントは拡散しやすく、それがさらに対立を深める結果となることが少なくありません。今回のトレンド入りした批判的な投稿も、SNS を通じて急速に広まったことが、イベントの雰囲気を損ねる一因となった可能性があります。このような状況を防ぐためには、SNS の使い方についても再考する必要があります。 リスニングパーティーを楽しむ際には建設的で前向きなコミュニケーションを心がけ互いにリスペクトを持って接することが大切ですさらにリスニングパーティーの企画自体にも課題があるかもしれません異なるアーティストのファン層を一つにまとめることは企画者にとって大きな挑戦です今回のイベントではリーズとナンバーアンダーライン愛という異なるスタイルや背景を持つアーティストがコラボレーションしましたが それれれが全てのファンに受けけ入れられるわけではありません企画者は、ファンの多様なニーズや期待に応えるための工夫が求められます。例えば、ファン同士が自然に交流できるような場を設けたり、異なるアーティストの魅力を引き出すようなプログラムを準備したりすることで、イベント全体の一体感を高めることができるでしょう。しかし、ここで重要なのは、リスニングパーティーが持つ本質的な価値を見失わないことです。 リスニングパーティーは、音楽を愛する者同士が集まり、共に楽しむ場です。異なる意見や感情が存在することは当然のことですが、それを超えて、音楽という共通の言語を通じてつながり合うことができる場でもあります。今回の批判的な状況を受けて、ファンコミュニティ全体がどのように前向きに対応し、今後のイベントをより良いものにしていくかが問われています。私たちは、今回の経験を通じて学び、 成長すするることがでできるはずですリスニングパーティーの意義を再確認し、アーティストとファン、そしてファン同士がより良い関係を築くために、何ができるかを考え続けることが重要です。それは、単なる音楽イベントではなく、コミュニティ全体が成長し、発展していくための大切なステップです。しかし、その裏で、一部のリーズファンによるナンバーアンダーライン愛の楽曲、 ボンビンへの批判が SNS 上でトレンド入りする事態も発生。せっかくの祝祭ムードに水を差すような出来事は、両グループのファン、そしてメンバーにとっても悲しい出来事だったのではないでしょうか。そこで今回は、この騒動を冷静に見つめ、日韓の音楽シーンにおけるファンダムの在り方について、改めて考えてみたいと思います。1、なぜ批判が生まれたのか。多角的な視点から考察。まず、 ボンビンへの批判の理由として考えられるのは、楽曲の好みや音楽性の違いです。k p o p j p o p それぞれに独自の音楽性があり、すべてのリスナーの好みに合致するとは限りません。また、一部ではリーズのデビュー曲と、ボンビンのコンセプトが似ているという意見も見られました。楽曲制作の裏側や意図は私たちファンには知るよしもありませんが、偶然の一致だとしても、 それが批判につながってしまう可能性も否定できません。さらに、インターネットの普及により、誰でも気軽に意見を発信できるようになったことも、今回の騒動を大きくした一因といえるでしょう。匿名性の高い SNS 上では、感情的な発言が目立ちやすく、冷静な議論が難しくなる傾向にあります。2、相互理解を深めるために、私たちにできることとは、今回の出来事を機に、 改めて、音楽を楽しむことの本質に立ち返ってみませんかアーティストは、それぞれの思いを込めて楽曲を制作し、パフォーマンスを通じて私たちに感動を与えてくれます。異なる文化や言語、音楽性を尊重し、それぞれの感性で音楽を楽しむことが、アーティストへの真の応援につながるのではないでしょうか例えば、今回のリスニングパーティーのように、アーティスト同士のコラボレーションは、 新たな音楽体験を生み出し互いのファンをつなぐ素晴らしい機会となります批判よりもアーティストへの感謝や応援の気持ちを共有し音楽を通じてポジティブな交流を生み出すことが大切です三未来へ向けて音楽でつながる未来を創造するためにグローバル化が加速する現代音楽は国境を越えて人々をつなぐ共通言語としての役割を担っています K-POP アイドルと J-POP アイドルのコラボレーションは、まさにその象徴と言えるでしょう。しかし、今回の騒動は、ファン同士の溝、文化の違い、そしてインターネット社会が抱える影の部分を浮き彫りにしました。だからこそ、私たちは、この経験を未来へとつなげていかなければなりません。音楽を通じて喜びや感動を分かち合い、アーティストを心から応援する、健全なファンダムのあり方を、 今一度考えてみませんかリーズの日本デビューは日韓の音楽シーンにとって新たなショーの始まりです。互いの文化を尊重し共に音楽を楽しむことでより豊かで希望に満ちた未来を想像していきましょう。